やおや、どうやら蝶々人がお散歩しているようですよ。今日も虫人の森は平和ね。今のは何かしら。これはウサギ？私より小さいウサギなんて珍しい。どこに行ったのかしら。で困っていたところなんだ。助かったです。あ、カブト人たち、私よ、蝶々人。ん？俺たちはカブト人なんて名前じゃないよ。こう見えて裁判官だからね。それに蝶々人なんて知らねえな。虫違いです。それよりでっかい体だな。小さくなりたいの。はあ、それならこれだ。あいつどこ行ったんだ。ここよ、ここここ。ああ、危ない。ああ、ちょっと、ああ、助けて。あ、ウサギさん。ん、誰。これは困ったな。一度この穴に落ちてしまったら元の世界に戻れた者はいないんだよ。ひとまず家に来なさい。かわいそうに。お腹は空いてないかい。そう言われてみれば空いたような気が。じゃあこれでも食べて。あ、間違えた。これ、体が大きくなるケーキだった。またこうなっちゃった。もう、でっかくなったり小さくなったり、助けて。出られたけど、ごめんなさい。どうしてくれるんだ、僕の家を。もともとお前がここに来たのが間違いなんだ。そんな。よいしょ、よいしょ。くそ、重いなこいつ。ちょっと大きすぎるです。もうちょっとです。なんか話が変わってきてる。この者は私の後をつけて勝手にこの不思議の国に来ただけではなく、ケーキを食べては家を壊したり大洪水を起こしたり、とにかく大騒ぎした罪を犯しました。
これ以上放っておいたら危険だ。牢屋に閉じ込めよう。賛成。賛成です。賛成。トランプのくせに。なんだと。トランプをバカにするのか。許せないです。キャンプやったり読書したりいろいろしてたと思ったら急に昼寝を始めて、今度は突然うがーって。驚いたです。夢でよかった。でもケーキ食べたくなっちゃった。これ以来チョウチョ人は一度にいろんなことをするのをやめたんだって。さあ本日はお時間となりました。この動画が面白いと思った方はぜひ